SP 表の作り方について説明すする動画です SP 表はテストの結果を分析する一つの資料となりますテストの質のチェックを兼ねて学生の学習の進み具合を見る資料として紹介します S とはスチューデントのことです学生ごとの正答数から学生の学習の進み具合を見ることができますが テスト全体の合計点数だけではなく一つ一つの問題プロブレムの難易度とバランスを見ながら何何ががててがででできききててていいいないかをチェックすす。ることができます同時に問題の難易度正答者数と学生の総合点数のバランスを確認してテストの問題自体が適切なものかどうかを確認することにも使うことができるものです。 実際のテストでは1問ごとに異なる点数が付けられることもありますが SP 表では正答には1、誤答には0として記録を行います。このルールで記録したファイルを元にして Excel で SP 表を作るプロセスを紹介します SP 表を作る練習をするための Excel ファイルを配布しています。 Excel ファイルを開いいててみてください左側 A 列のところに S01 から S20 とありますこれは、えー、一人一人学生の名前と考えてください1行目に9001から9020までこちらは問題を指しますそれぞれ交差するところが正答であれば1後答であれば 0と記録されていますまず手始めに Excel で自動集計をしてみましょうスライドの V の列上から2行目 V2V2 のところを見てください丸印がついています S01 ののの番番人一右端になりますここをククリックしてくださいここに S1 の9001から920の20問の問題について合計した点数ここでは正答が1ですがその点数をここの丸印のところに自動計算する計算式を今から入れます。 それでは数式を選ぶところから始めましょう学生ごとに政党の数の合計を数式を使って入力するのが目的ですまず fx と書いてあるボタンを探してくださいこの表示があればそのボタンを押してくださいない場合は一番上のところにある「数式」という文字を探してそこをクリックしてください fx と書いてあるボタンを見つけたらそこをクリックしましょうこれをクリックすると数式を選ぶ画面が出てきます何も出てこない場合もしくは sum がない場合は検索欄に sum を押して sum が出てきたらそれを選んで右下にある「OK」のボタンを押してください OK のボタンを押すと新しいウィンドウが小さく開きますそこの数値1というボックス空欄の右側にある上向きの矢印ここをクリックしてくださいそうするとこのウィンドウが小さく畳まれて現在のスライドの右下になるような状態になりますこの状態で B の2 のの01 1問題1番が始まるとこ,ろこのセルを一度クリックしてください。クリックした指を離,す離さずにそのままドラッグして9の020の下まで引っ張っていってください。そこでボタンから手を離します。そうすると001、9の001から9の020のところまで S01 の行が選択されます。このスライドの上の画面のように「9001から9020」までの範囲が選択されていたら小さなウィンドウの右下にある下向きの矢印のボタンを押してください。 ウウィンドウが少し大きくなりますこのウィンドウの下の右下にある OK のボタンを押してください。これで合計の計算式が入力されたことになります。今回配布した Excel の資料でこの動作を行うと19と示されているはずです。スチューデントの1番の人が9の1から9の 02020問目までこの中で19問正解して1と入っているからですその合計の19が示されていることを確認してください次にその19と表示されているセルをクリックすると今画面のように枠が19のセルの周りに少し太い線で表示されます この枠の右下、ここにカーソルをあら合わせると、カーソルの形が変わります。太い十字のマークになります。そうなったら、マウスの左ボタンを押したまま、一番下の方の20、S20 のところまで引っ張っていってください。そこで手を離すと、S1 の人から S20 の人まで、全員の 合計数が表示された場合このスライドの右側にあるような形で範囲が指定され今まで数字が入っていなかった部位の列の中に数字が表示されていますこのようになっているかどうかを確認しましょう学生の 正答数のの計算は表の右側にできました今度は表の一番下のところに問題ごとの正答者の人数を入力したいと思いますまず B の列9001のところを見ましょう9001というのが B1 のところに入っていますその下の下 b2 の2から b21 の21までの中にある1を合計することが今から行うことです B 列の一番下 b22 の22のセルをクリックしてくださいその後先ほどと同様に fx のボタンをクリックして sum の数式を選んでくださいこのスライドは Fx というボタンを押した後の画面です黄色く色がつけてありますが B の22のところに今から数式を入れます Sum というものを選んで OK を押してくださいその後は Q001 と S01 がクロスするところ列は B 行は上から2番目のところですがここから 一番下のところまで S の20の隣のところまで選択する作業を行います数式を選んだ後範囲を指定する作業になりますが先ほど合計を出した時と同じように上向きの矢印のボタンを押してくださいそうすると現れたウィンドウが少し小さくなります 小さくなった状態で9001と S01 の交差する B の2のところから B の21のところまでマウスの左ボタンを押したまま引っ張っていってください S20 の隣 B21 のところで指を離しましょう 範囲の指定ができたら下矢印を押して少し大きくなったウィンドウの OK ボタンを押してください Excel の表では B22 のところに7と表示されているはずです先ほど計算したときには上から下にコピーをしましたが今度は 7のところから右方向にコピーする形で数式を全体に広げます0で7となっているはずですがここから右方向にドラッグしますその際セル7と入っているセルの右下にマウスを移動させて太い十字のマークになるようにした状態でボタンを押し右の方に 引っ張っていきましょう。縦方向 V の列、それから横方向に22行目、ここのところの2つに数字が全部入ったでしょうか。後でわかりやすいように、V の1行目、ここに正答数、A の22行目、ここに正答者数と、 文字を入れておきましょうここまででテストの結果を入力した SP 表の準備ができましたあとは学生ごとの得点数に合わせてまず S1 から S20 の順番を並べ替えます点数の高いものが上になるように並べ替えをしてくださいその後全体をコピーして 縦と横行と列を入れ替えた形で新しいページに貼り付けをしますその状態で今度は正答者数の多いものから少ないものに並べ替えを行ってくださいこれをもう一度コピーしてもう一度違うシートに行と列を入れ替える形で貼り付けをします こうすることで全体として左上半分には1が並び右下半分には0が並ぶという形になるはずですそうなっていれば今回の課題は成功です実際に分析するときにはこのようにきれいになることはほとんどないでしょう理想的な形が今この Excel で示した形です これを基に分析をすることを考えていきたいと思います課題はここまでです